AirTag 用キーホルダー型ケースを作る。財布や鍵の紛失防止に AirTag を使っています。合皮のキーケースなら安く手に入りますが、素材が劣化しやすいのが難点です。本革だとそれなりのお値段になりますので、革の歯切れを使ったレザークラフトで安く作ってみました。革を立体に成形することを革絞りというそうです。通常革絞りの型は木製ですが、手軽に 3D プリンターで作りました。断面の下絵を描き、回転させて凸型を作ります。同じく O 型も回転させて作ります。凸型の角を丸め、 O 型の角も丸めたらデータの完成です。スライサーソフトで 3D プリンターに送るデータに変換します。出力します。型さえできれば良いので、ドラフト品質で出力しています。出力できました。ヌメ革を水に浸し、水気を拭き取ったら肩にはめて押さえ、乾燥するまで放置します。表と裏が必要なので2回型押ししました。裏に仕上がり線を描きます。線の通りに裁断しました。下半分だけ接着剤をつけ、互いを貼り合わせます。細かい作業なので爪楊枝を使っています。コニシの G17 を使いました。接着剤が乾くまで放置しました。縫い合わせる場所に縫い目の穴を開けます。使う道具は、ひしめ打ち、ゴムハンマー、ゴム板です。下半分より少し多めにひしめを開けます。ひしめを開けた部分を平縫いします。レザーを縫うときは糸の両端に針をつけます。縫い始めと縫い終わりは丈夫になるように二重に縫うため、端から3つ目の穴に裏から針を通し縫い始めます。革を挟んで左右の糸の長さが同じ程度になるように調節します。端に向かって1目裏から縫います。通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い、左右から糸を引っ張って縫い目を締めます。端の目に裏から針を通して縫います。通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い、左右から糸を引っ張って縫い目を締めます。2番目の穴に裏から針を通して縫います。通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い、左右から糸を引っ張って縫い目を締めます。3番目の穴も裏から針を通して縫い、通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い、左右から糸を引っ張って縫い目を締めます。縫い始めを20にすることができました。あとは順に裏から針を通し、通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い合わせていきます。最後の目まで縫い終わりました。1目戻って裏から針を通し、通した糸を避けながら逆側の針と糸を表から針を通して縫い、左右から糸を引っ張って縫い目を締めます。3番目の穴に表から針を通して糸を出します。3番目の穴から出した糸を2番目の穴から出ている糸に回して、また3番目の穴に裏から通して引っ張ります。
糸を引っ張っていくと、糸同士が結ばれていくので、結び目が革の中に入るように引っ張る力を調節し、革の中に入り込む直前で、結び目になる部分に木工用ボンドを塗りつけます。ここも細かい作業なので、爪楊枝を使っています。ボンドが固まるまで放置したら、出ている糸を切り落とします。縫い終わったら、スナップをつける位置に穴を開けます。3箇所に穴を開けています。ヘッド径 11.5mm のバネホックを使いました。表側にヘッドが来るように取り付けます。ベルトの先端にある穴と裏面の穴に順に細を差し込み、ヘッドにはバネを、細には原稿を組み合わせて留めます。ヘッドとバネを留めたら、ベルト先端から二重管を通しておき、それから細と原稿を留めます。狭くて留めにくいですが、頑張ります。スナップを付け終わりました。スナップを外して隙間からエアタグを入れます。間に入れたらスナップを留めることで、揺らしても逆さにしてもエアタグが落ちることがなくなります。飴色になるまで使えるといいなと思います。